一昨日土曜日、TOKIO のリーダー城島茂さんは司会を務める生番組に出演し、頑張っていた彼を知っていたし、残念な気持ちはありますが、人として終わってほしくない、無念の胸中を語った。酒が残っているという自覚はあった。当初取り調べに対し容疑を認め、先週金曜日釈放された山口さん、しかしこの日思わぬ事態に。バイクに乗るときに酒が残っているとは思わなかった。検察の調べに対してそう供述を変化させたという。さらに酒気帯び運転では